第53回グラミー賞は2011年2月13日にステープルズセンターで発表された。テレビは例年通り CBS で放送され、日本ではワウアウトインターフェムミュージックバードで放送された。ノミネートは2010年12月1日午後7時にクラブノキアで発表された。受賞は各部門最上段に 太字のもの最優秀ダンス録音最優秀エレクトロニックダンスアルバム最優秀トラディショナルポップボーカルアルバム最優秀女性 R&B ボーカルパフォーマンス最優秀男性 R&B ボーカルパフォーマンス最優秀ボーカルパフォーマンス最優秀トラディショナル R&B ボーカルパフォーマンス最優秀アーバンオルタナティブパフォーマンス最優秀 R&B ソング最優秀 R&B アルバム最優秀。コンテンポラリー R&B アルバム。最優秀ラップパフォーマンス最優秀ラップパフォーマンス。最優秀ラップソングコラボレーション。最優秀ラップソング。最優秀ラップアルバム最優秀。カントリーボーカルパフォーマンス最優秀。カントリーボーカルパフォーマンス最優秀。カントリーボーカルパフォーマンス最優秀。カントリーコラボレーション最優秀。 カントリーインストゥルメンタルパフォーマンス最優秀、カントリーソング最優秀、カントリーアルバム最優秀、ニューエイジアルバム最優秀、コンテンポラリージャズアルバム最優秀、ジャズボーカルアルバム最優秀、インプロバイズドジャズソロ最優秀、ラージジャズアンサンブルアルバム最優秀、ラテンジャズアルバム。ありがとうございます。